29走行車サマコット・パンサーニー WZ29-29 年式走行車は、戦艦機にポーランドで製作された四輪走行車である。生産台数は少なく旧式ではあったが、第二次世界大戦初頭、1939年のナチスドイツによるポーランド侵攻当時、WZ34 走行車と共に、 ポーランド軍装甲車部隊の装備車として防衛戦に参加した。ポーランド軍は1928年、半送機車式の WZ-28 装甲車を正式化、その配備を進めたが、性能的には満足のいくものではなかった。そのため、新たな装甲車が開発されることになった。新型装甲車は、軍の研究所の技師、 ルドルフ・グンドラフ中尉が中心となって開発された。シャーシには、ワルシャワのウルスス製作所で作られていた、イタリア製、SPA25C トラックのライセンス生産型、ウルスス A 型トラックのものを強化して使い、これに砲塔付きの装甲ボディが乗せられた。南鉄製の試作車両による、試験の後、1929年11月、この車両は、 WZ-29 走行車として採用され、CWS 車において生産が行われた。武装は砲塔にピュート 37mm 半、自動砲 SA-18 とチキス 7.92mm 機関銃、WZ-252 丁、車体後部にもチキス 7.92mm 機関銃、WZ-251 丁を装備していた。ただし、 砲塔の二つの重火のうち対空用に斜め上に付けられたものは効果的ではなく、後に、ここの基銃は装備されなくなった。生産やメンテナンスのしやすさというメリットはあったものの、元が後輪駆動のトラックのシャーシであるため、不整地走行能力や速度は低く、大きさの割に、車内は狭く、第一次大戦時代のままの武装は、採用時に、すでに時代遅れだった。 当時の流行にのっとり更新用の操縦席も備えていたが、更新は一足だけだった。これらの理由から発注は重量にとどまり、1931年に生産は終了した。1939年の開戦時、騎兵連隊下の装甲大隊は、偵察を主任務とする各一個装甲車中隊を持っていた。そのほとんどは、 WZ-34 装甲車を装備していたが、モドリン軍に属する第11装甲大隊には、WZ-29 装甲車8両が配属されていた。旧式で、軽装甲の WZ-29 装甲車は、大きな損害を強いられながらも、進撃してくる、ドイツ軍に対し若干の戦果を上げた。ありがとうございます。